じゃあまずは空ボタンいきたいと思います。空ボタン質問はこちら。今夜のムーン見えそうですか？青がはっきり、赤がうっすら、緑が雲で見えない、黄色が雨で見えない。今日何色が多いでしょうか？まあ、エリアによって今日もだいぶ、ね、分かれるとは思いますけれども、雲で見えない、今どんな、雨で見えません。チャットラ猫さん、100% 青、快晴だもん。ウッチーさん、京都、福知山、あ、いい天気で見えそう。トラックマー君さん、やっぱり場所によってもうスカッと綺麗なお月様が見えそうなところ、もしくは雲に邪魔されるところ、涙で見えません。あまりの美しさに涙で見えないやっていう、それはあるかもしれません。もう一色あったらそれですね。さあでは、ね、皆さんに今質問させていただいていますけれども、こちら幕張のカメラも見ていきましょうか。幕張の空はどんな空なのか、雲があるのかどうか、それとも星が見えるのか。では幕張のお天気カメラ見ていきます。さあこちら、今日も美しい夜景が見えていますが、空の様子に注目していきましょう。さあ空を見上げて、雲はあるんでしょうか。この辺雲でしょうか。この辺雲でしょうか。違う、だいたいこういう明るいところって光が反射して雲があるとちょっと白っぽく見える。ちょっとこちらズームイン、雲にズームイン。あ、でもほら空が少し明るくなってるのって雲があるからでしょうか。あ、雲ありました。このナイトモードみたいなものに切り替えて、みたいなものっていうか多分そうなんだと思うんですけど、切り替えてもらいました。そしたら雲、あーやっぱりありました。あ、やっぱり思った通り、ちょっと空が明るくなってますもんね。あ、結構もくもくと広がっていますが、あ、結構雲多いです。これはちょっと難しいんじゃないでしょうか。雲あるけど星も見える。あと幕張、あ、幕張の方ですか。幕張の方、あ、エスノタさん、あ、ここら辺はこう結構この辺とか、あとはもうこの辺とかも結構雲で難しいかなって思ったんですが、エスノタさんの情報によると雲もあるんだけど隙間から星も見える。じゃあお月様も期待できそうでしょうかね。あ、ということでですね、すごい貴重な情報ありがとうございました。ではですね、ちょっと期待が持てたところで、今夜見えるとしたらどんなお月様が見えるのか、こちらのフリップで確認していきたいと思います。さあでは今日のムーンというか、こちらもう今夜のムーンですね。明日のムーン、もう月の出も日付が変わっています。今日のムーンというより明日のムーンです。明日のムーン、月の出、こちらがもうすでに日付変わって0時7分、月の入りが明日の12時42分、月で 23.1。 ブーメラン、確かにこう投げたらこうシュッってこう返ってきそうですね。これくらいがちょうどいいんじゃないですか。これくらいがなんかこう月って感じがしますよね。月っていう感じ、なんか雰囲気、月らしくなってきました、今日はこんなお月様が見えるということで、メロンにも見えますか。にやり、メロンなら美味しそう。あ、メロンにも見えてきます。イラスト、あ、月の絵を描いてくださって言ったらこんな絵が出てきそうですね。なるほど、今日はこんなムーンが見えます。まあ、今夜ですね、ちょっと日付は変わってちょっと遅い時間なんですが、でもまあ明日もお休みですし、ちょっとね夜更かしして空の様子見てみるのもいいかもしれません。では現在どんな空が広がっているのかを空ボタンで見ていきます。では皆さん、空ボタン参加ありがとうございます。こちら空ボタン終了です。
では結果を見ていきましょう。こちら、どっちでしょうか。青に勝ってほしいですが、数で見ていきます。こちら数で見ていくと、一番多いのがはっきり勝ちました。はっきり勝ちましたよ。67名。そして雲で見えないが、まあ、ほとんど同じくらいの人数ですが61名。そしてうっすらが41名、雨で見えないが9名という結果となりました。はっきりがギリギリ勝ちましたが、ではエリアごとに見ていきます。こちらエリアごとに見ていくと、あ、これ分かりやすい分かれ方しましたね。こちら西日本からそして中部あたりまでですね、こちら青い風船、はっきり見えるという風船が多くなっています。そしてところどころに赤、こちらは九州、中国、四国、どっちだろうあれは、そして近畿あたりと東北は結構雲でうっすらとっていう報告が多いですね。そして関東エリアがやっぱり黄色が潜んでるんじゃないですか。赤、この黄色と緑、じゃあちょっと飛ばしてみましょう。関東エリアがちょっと怪しいかもしれません。あ、関東エリアはもうかなり混ざっていますね。あ、雲で見えないって報告もだいぶ多くて、黄色もいくつかありました。でもうっすら見えるって報告もあったりとか、関東エリアは結構分かれていますね、混ざっている状態。その他はやっぱり西日本ほど見れそうなエリアが多い。さあ、このような空が広がっているということで、この後も皆さんと一緒に、ね、夜も空見していきたいと思うんですけれども、ではですね、ここからは予報センターから最新の、ね、天気について、ね、伝えてもらいたいと思います。では予報センターの小池さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、と皆さんに現在の空の様子を聞いてみたところ、はい、現在西日本では結構晴れているっていう報告が多かったんですけれども、はい、ただ関東エリアはところどころ雲が広がっていたり、あと雨の報告も届いていました。はい、はい、そうですね。10分天気マップの様子を見てみますと、まだ弱い雨ながらいくつか雨雲が広がっているようなところがありますね。はい、でこの雨雲の方、10分天気マップでご覧いただいて、今後の見通しの方をちょっとお話しさせていただければと思います。はい、はい、現在ご覧いただいているのがですね、関東方面の雨雲の様子になります。まだ全体的に雲広がっている中で、山の近くを中心にポツポツパラパラといった雨雲が広がっているような状況になります。湿った東風が運ばれていって、山の近くで雲が湧いているような状況ですが、日付の変わる深夜0時ぐらいまで、だんだんと縮小しながらも雨の降りやすい状態が残るのではないかというふうに思います。はい、そして東北方面の山形なんですが、こちらでは、日中の段階で、強い雨を伴って雷などありました。まだこの時間もサーやザーザーといった強い降り、続いているんですけども、こちらも同じように深夜日付が変わるぐらいになって、ようやく、ポツポツパラパラと降りがだんだんと弱まってくるレベルに雨が収まってくるというふうに見ております。はい、そして、北海道方面ちょっと確認したいと思うんですが、現在空模様の方はご覧いただいているように全般には赤の影はっきり、すなわち晴れているといった状況になっているんですが、霧のリポートをちょっと集めているような状況です。過去3時間分、暗くなってから、どのような形で、霧が出ているかといったものを集めたような情報なんですが、浦河方面であるとか、あと苫小牧方面、大島の方でも、うっすらもやといった薄い水色、こういったものが広がっています。はい、海の方から湿った空気が入ってきまして、朝方の段階、特に太平洋側を中心に、霧やもや、こういったものが残るんじゃないかというふうに見ておりますので、夜の段階でも例えば近くの山がちょっと見えにくいとかですね、カーブ、境のミラーのところに水滴がちょっとついているとか、そういった状況、朝まで残るんではないかというふうに考えています。はい、そして、沖縄方面、それほど強い雨ではないんですが、ポツポツパラパラといったぐらいにまだ雨が残っています。この方面に関しては明日の朝にかけてもずっと雨の降りやすい状況が残るかと思いますが、周辺に雨雲が散在しているような状況程度で、それほど強いった降りはない
にはならないかと思います。雨がしつこく残りますが、降り降りとしてはポツポツパラパラがしたいといったところになりそうです。はい、続けてですね、明日の天気ちょっと確認したいと思います。はい、マークの方で見ていきます。ご覧いただいているように、西日本方面で天気下り坂という形で、晴れのち曇りといった形になっています。顕著に雨が降ってくるのは夜以降というふうに見ているんですが、だんだんと後半お昼過ぎぐらいから薄い雲が広がってくるような状況になるかと思います。太陽を透かしてハロなど見えてくるような状況で、次第に雲が少しずつ厚みを増してゆっくりと雲が増えていくといったところです。那覇方面ですけども全般に曇りがちで、すっきりしない空模様で、時々雨の降るうぐつりたい空模様になりそうです。大阪、名古屋など東日本方面に関しては全般に晴れといったところになります。重複しますが、北海道方面、それから東北、今日雨の降ったようなところ、関東などもその一つに該当すると思うんですが、朝方の段階では霧の出やすいような状況になるのではないかというふうに考えています。日中に関しては天気回復して晴れ間が戻ってきます。こういったところを踏まえまして、明日の空見がはこのような形になります。北海道太平洋側から東北、関東方面に関しては朝方の段階、霧の残るところが発生するところが出てくるかと思いますので、晴れてくる段階、空が明るくなる、向こうの見通しが良くなってくる、そういったところでの空読みが一つポイントになってくるかと思います。中部から近畿、中国方面に関してはうっすらと雲がかかるような形、もしくは上空がだんだんと湿ってきますので、太陽を透かして見えるハロ、それから長い飛行機雲、こういったところで明日、明後日以降にだんだんと雲が増えてくる天気の下り坂を空読みするような形になろうかと思います。九州方面につきましては、南の方から徐々に雨雲が広がってきます。その予兆となる波々雲、灰色と白でしましましたような雲が空に出現してきますと、だんだんと天気下り坂、そういったところにつながりますので、その空読みをしていただければと思います。そして最後に沖縄方面ですが、全般に曇り雨とぐずつきますので、雲の底がだんだん黒い色になってくる、もしくはグレーになってくますと雨が強まってくる、そういうサインになるかと思います。明日の天気から空見、こんな感じになりそうです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということで予報センターから最新の天気、そして明日の天気についてお伝えしていきました。ではここからはですね、先ほど募集させていただいた、ね、本日のメールテーマ、今年の桜を振り返って、こちらにですね早速メールが届いていますのでご紹介したいと思います。まずは高系セブンさんからいただきました。ありがとうございます。桜ライブ最終回なんですね、寂しいです。私は今年初めて桜プロジェクトに参加しました。近所に桜の木がないので最初は参加するつもりはなかったのですが、何気なく検索してみたら卓上サイズの小さな鉢植え桜を見つけ思わず購入。まさに前桜となった SS 桜。植物を育てるのは小学生の夏休みに朝顔やひまわりを育てて以来、育てながら写真を撮って報告、すごく楽しい毎日でした。咲いた時は本当に感動しました。アイリンのムーンで空ボタンのネタになったり、圧搾ボタンに失敗したり、サトミンのサンセットに電話で出演したり、なお現在アジサイプロジェクトを勝手に開催しています。アジサイプロジェクトを開催しているんですか。あー素敵ですね。あーでもこれいいですね、この卓上サイズの小さな鉢植え桜、これちっちゃいものがあるんですね。桜の木ってこう大きな立派な木を想像しますが、あーそれは欲しい。うん、それでこう育てながら観察をしてリポートなどもしてくださったんですね。ありがとうございます。やっぱりね皆さんね、桜に対する思い出っていろいろあると思いますけれども、この後もまだまだこちらメール募集しています。ではここからはですね、最新の交通情報もお伝えしていきたいと思います。まあ、すでに、ね、霧が発生しているところがあったり、明日にかけてもちょっと影響が残りそうと先ほど小池さんのお話もあったので、交通に影響は出るんでしょうか。ここからは交通気象センター栗原に伝えてもらいます。栗原さん。はい、交通気象センターから最新の道路の状況をお伝えします。
まず、皆様からいただいたリポートのうち、こちら、ご覧ください。こちらは1時間ほど前、19時54分にいただきました、コンタンさんからのリポート。場所は山形県の天童市内ということで、一部ご紹介させていただきます。こんばんは。冷たい風が強まり、大粒の雨が落ちてきて土砂降りに、時折雷鳴とどろき大荒れにということで、山形県の天童市付近では1時間ほど前には激しい雨、雷雨があったということなんですが、現在の状況を見てみましょう。こちら、天童市、この図でいうと東北中央道のこちらのあたりですね。でそれからこれが山形道になります。でこの1時間のリポートで見ると、まだ豪とかあるいはザーザーレベルの雨のリポートを多くいただいていたんですが、ただ目先30分に限定するとですね、こういった強い雨のリポートというのはだいぶ数が減ってきまして、雨のピークは過ぎてきたというふうに考えられます。でただこの後もまだ大気不安定ということで、日付変わる頃まででは急に雨足が強まるという可能性があります。こちらのラインでいうと、この後山形道から東北道方面、こういったところに雨雲が流れ込みやすくなりますので、引き続きこういったですね、路線をご利用の方は急な雨には注意が必要になります。それからもう一つ、先ほど予報センターでも霧の情報ありましたが、この後明日朝にかけて北海道方面では霧によって若干視界が悪くなる可能性が出てきています。特に道央道の室蘭付近から千歳付近、この辺りを中心にもややあるいは霧などで視界不良が考えられます。今のところこれによって通行止めになるような非常に濃い霧というのはまではいかないというふうに見ていますが、若干視界が悪くなるということは十分考えられますので、ご利用の方視界不良ということでですね、ご注意いただければと思います。それから最後、関東地方周辺ですけれども、この時間になってだいぶ雨のリポートを少なくなってきました。影うっすら、あるいは影は見えないけれども雨は降っていないというリポートが増えてきています。で関東地方については、もう発達した雨の峠は越えてきていますので、このあと次第に雨の影響はなくなってくるというふうに見ています。ただ路線でいうと、まだ東名高速であるとか、あるいは第三京浜など一部雨の影響が残っています。このあたり、路面状態ですね、晴れているところから急に雨になったというところでの急な路面状況の悪化ということも考えられますので、今しばらく日付変わる頃まではこういった路面状態の変化には注意が必要です。明日の朝以降、明日の日中帯は天気は回復するところが多くなります。今日のように激しい雷雨が起こる可能性も低いということで、明日は行楽日和になりそうです。皆様、明日日曜日ということでお出かけされる方、車でお出かけされる方も多いと思いますが、安全運転には引き続き心がけていただければと思います。以上、交通気象センターからお伝えしました。
さん、ね、バスタオルの用意はもうしてありますか？ここからはですね、感動の涙涙のサクライブ最終回、サクライブフィナーレ特別番組をお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はもう最終回ということでですね、今日はもう強力なゲストの皆さんを連れてきました。もう皆さんにバッチリ今年の桜についてお聞きしていきたいと思います。では今日はこんなメンバーでお送りしていきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、早速、本日のゲスト紹介をしていきたいと思います。まずはおなじみ予報センターの本田さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本田さんですね、はい、さあ、そして広報担当の上山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そして本日、ソライブ自体は初登場じゃないですか、企画運営担当畠山さんです。よろしくお願いします。あ、ということで、ね、このメンバーでお送りしていきたいと思うんですけど、畠山さんは学生時代とかにこの植物の研究などをされていたって聞いたんですけれども。そうですね、大学が、造園学科なので、はい、そうですね、植物の方は勉強してました。あ、私すごく聞きたかったことがあるんですけど、はい、私の前桜まだ咲かないんですよ、はい、あれなんかあるんですかね、はい、理由とか。はい、実はですね、今日ちょっと確認してまいりました。私、私の前桜、はい、クラクラちゃんですか。はい、クラクラちゃんを見たところ、あれは間違いなく欅だと、はい、残念ながら桜は咲かないですね。欅なんですか。あれは欅ですね、はい、チャットがすごいことになってますけど欅です。はい、すいません。じゃあ私はずっと欅を追っていたんですね。そうですね、 あまり多分目から追ってる方は少ないので、はい、貴重なデータだとは。そうですね。はい、まあ、貴重なデートであることは確かですよね。はい、そうですね、はい、なんかちょっと私ここからこの桜ライブ最初からやっていけるか不安なんですけれども、ショックが大きくて、まあ、でもここからも盛り上げながらやっていきたいと思います、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ、ではですね、今年も桜ライブとしてこのソライブ24の中で皆さんと一緒に桜を追ってきましたけれども、じゃあ順番にまずはこのフリップで振り返っていきましょうか。はい、今年の桜プロジェクト、どんなことをやってきたのか、いろいろやってきましたね。はい、さあ、ではこちら見ていきましょう。さあ、今年の桜プロジェクト、こんな風にフリップにまとめてみました。まずはですね、こちらが一番最初が全国桜調査、こちらが2月1日から7日、2月からやってたんですね。はい、はい、どうですか上山さん。今年は一つ節目の年でもあって、やっぱり気象庁さんが辞められたとかもあってですね、はい、やっぱ民間とか我々古くからやってたものがより一層頑張んなきゃいけないんじゃないのかなっていう、この桜プロジェクトの7年目を迎えたんですけども、はい、そういう意味もあって、やっぱそのサポーターが本当に知りたい情報というものをまず知ってみようじゃないかっていうのが最初の皮切りでしたね。はい、皆さんが本当に知りたい情報をこの桜、全国桜調査で調査していったんですよね、はい、まあ、2月からスタートしましたけれども、そして2月15日桜プロジェクトスタートの前に全国桜調査の結果を見てみましょうか。ちょっと結果レビューをしてみましょうか。ちょっと私焦ってしまいました。フリップ用意してないですけど、ありますよね。見ていきましょう。こちら、どんなところの桜情報が知りたいですかっていう質問で、これは今までウェザーニュースの桜プロジェクトって名所が中心だったんですけれども、はい、やっぱこのアンケートというか調査をして一つすごいなと思ったのが、やっぱ近くの公園っていうニーズがすごい高いなというところがありまして、ここは一つ今年の桜プロジェクトを見直すきっかけになったんじゃないのかな、一つの象徴的な結果でしたね、はい、そうですね。もう一つ、はい、こちら、この桜の予想、これいつぐらいに欲しいですかっていう質問で、これも今まで調査したことはなかったんですけれども、はい、この1、2ヶ月前とこの
1、2週間前ですね。これ3週間前がすごい少なくて、なぜか長期、ま、あの長期型とそれから事前短期というか事前準備型にすごいこう2つに分かれてきたっていう、はい、ことがやっぱあの一つ分かったのが、この2月の最初の調査で分かったのがすごい勉強になりましたね。はい、なるほど。それからそしてこちらなんですね。 これこちらなんでしょうか。こちらがですね、はい、どんな桜の予報が知りたいですかっていう質問をしたときに、これ今年の桜プロジェクトをすごい見直すきっかけになった一つの調査でもあったんですけれども、はい、まあ、あの今まで通常5、6輪開花のところが開花っていう定義でなってたんですけれども、やっぱ1輪開花を知りたいという人が多くて、はい、ここにやっぱ照準合わせた方がいいんじゃないのかっていうところで、ここは1輪開花っていうところで合わせました。それから、はい、このだんだん咲くにつれて五分咲き、満開、吹雪、桜吹雪というところのニーズがすごい高いというのもありまして、はい、ここの今まで見頃という表現をしてたんですけれども、やっぱ桜吹雪はいつなんだろうとか満開はいつなんだろう、はい、五分咲きはいつなんだろうというのをしっかり出せていきたいなというのが、うん、知るきっかけになりましたね、はい、そんな調査から始まりました。はい、なるほど。皆さんに調査することで皆さんどういうことを知りたいのかが分かってきたということですね、まあ、そしてこちらに戻っていきますと、まあ、その全国桜調査を終えて2月15日桜プロジェクトが、まあ、いよいよスタートしたわけですね。うん、まあ、こちらどうでしょうか、ね、畠山さん、何かいろいろ思いなどがあったと思いますけれども、はい、そうですね、今年で7年目を迎える桜プロジェクトなんですけれども、もう1回目からずっと思いは変わらなくて、はい、そのいつもの同じ春なんだけど、いつもの春なんだけれども、ちょっとでも素敵に過ごしてほしい、それを全国のみんなとその桜の楽しみを分かち合ったり、すごい過ごしていくうちに、楽しく過ごしてほしいという思いで、はいはい、続けてまいりました。はい、はい、やっぱりね、このスタートということで、ね、思いがいろいろ強かったと思いますけれども、はい、このスタートが2月15日からで、はい、この一番最初の桜ライブというものも、まあ、今年から始まって、この VTR が、あ、こちらは3月1日、後でですね、じゃあこちらの VTR なども見ていきたいと思うんですけれども、ではこちら2月25日第1回つぼみ調査開始。つぼみ調査というものも行いましたね。はい、はい、そうですね、うん、まあ、2月の14日ぐらいにですね、はい、桜の傾向の予想というのは、まあ、出していたんですけども、その時はあくまでも気温ですとかそういうのをもとにして名所の予想を出していた。で、やはり桜プロジェクトの場合はこう皆さんと一緒に、まあ、桜春を訪れを追っていくということですので、これの第1回目というのが、まあ、第1回のつぼみ調査がありまして、その後3月1日に、発表されたということですね。はい、はい、でこの時ですね、やはりちょっと一人でもちょっと多くの方と参加していただいて、一緒にこう春を迎えたいなというような形だったんですけども、はい、実は今年の桜プロジェクト、はい、大体どれぐらいの皆さんと春を追うことができたのかというのをちょっと簡単にちょっと数字にしてますので、はい、ちょっとこちらで確認していただければと思うんですけども、今年はですね、全国舞桜、計2万709本で、桜モニターの報告数ですね、実は今日がフィナーレということで、今日は最後にですね、急に200通増えまして、はい、こちら、18万、まあ、4000通を超しているというような状況、ということですので、まあ、83日間に終えた、桜の北上の旅、これをですね、まあ、南から徐々に北へという流れを、まあ、追っていったという状況だったと思いますね。はい、これのスタートが、まあ、この3月1日だったということになるかと思います。はい、なるほど。たくさん の、ね、この仲間たちと一緒に追うことができたんですね。はい、はい、そのようにですね、こうスタートしていきました。そして3月1日サクライブスタートということですけれども、はい、ではですね、こちら第1回目スタートした時のVTR があるそうなので、ちょっとこちらどんな様子だったのか見ていきましょう。ではこちら、
曲なんだか聞いたことありません？なんか春をね感じる、そんな新しい季節を喜ぶね、そんな曲だと思いません？なんだかここで春を感じたりとか、皆さん画面のこのあたりもぜひ注目を。なんかちょっとね時々散ったりするんですね、息ですね。桜ライブ今日からスタートします。こちらこの桜ライブ、サポーターの皆さんと一緒に桜をつぼみから葉桜まで追いかけます。そして今の桜をライブ、まさにお名前このままですがライブしていくコーナーです。今のが桜ライブ第1回目の VTR ということですね、うん、なるほど。こちらが、まあ、この3月1日からスタートしていったということですね。はい、さあこんな様子になっています。さあそしてこの桜ライブ、こちら今年からスタートして、そしてこの中でもいろんなサポーターさんのリポートをご紹介したりとか、あとは中継をつなぎながら、ね、皆さんの桜を追っていきましたけれども、ではこの、ね、今年の桜プロジェクトで一番最初に、今年一番最初に、まあ、この開花したサポーターさん、こちら熊本県のアネーロさんですね。アネーロさんにちょっとお話を聞いていきましょうか。ではですね、早速聞いていきたいと思います。ではアネーロさん。はい、こんばんは。あ、こんばんは、よろしくお願いします。山岸です。あ、お世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日ですね、桜ライブもうフィナーレ特別番組ということで、今日最終回でこのソライブ24でお送りしているんですけれども、はい、はい、今ちょうどこの桜プロジェクトを振り返っていたところなんですけれども、今年この桜プロジェクトで追っているこの桜の中でアネーロさんは一番最初に咲いた開花した桜なんですよね。はい、ありがとうございます。はいそう、元気ですねアネーロさんはい、ちょっといろいろねお話を聞いていきたいなって思ったんですけれども、はい、アネーロさん今までも桜の報告たくさんしてくださいましたよね。はい、はい、やっぱりもう一番最初に咲いたということもあって、もうだいぶちょっとね前の話になると思うんですけれども、はい、やっぱりこの開花した時の感動っていうのは今でもしっかりと覚えているんでしょうか。そうですね、はい、やはりしっかり覚えてます、うん、はい。どうでしょうか、このいろいろ今までもこう桜プロジェクトなどには参加して追ってくださっていたんですか。はい、今年で4年目になりますので。今年で4年目。はい、あー、なるほど。今年4年目でずっと同じ桜を追ってたんでしょうかね。はい、もう同じ桜をずっと追いかけてます。あー、昨シーズンも結構早かったんですよね、アネーロさんの桜。結構早かった、はい、やっぱりじゃあもう4年間こうずっと毎回毎年毎年同じ桜を追い続けて、あ、じゃあやっぱり思いが、ね、特に強いんじゃないかと思うんですけれども、はい、はい、どうでしょうかね、こう毎日報告してみて今まで何か思い出に残っていることとかってありますか。そうですね、はい、もうつぼみの時から開花からですね、その都度その都度まあ、私の舞桜にまあ、いろいろ感動をもらって、その都度涙してですね、もう感動を与えてもらいました。はい、もうアネーロさん自身もこう、ね、いろいろ感動したり元気をもらったり、そんな桜なんですね。はい、うん、やっぱり一番最初に咲いたということで、こう周りのサポーターさんたちもきっと元気をもらったと思いますよね。そうですね、うん、なるほど、ね、一番最初に開花したということですけれども、ね、最近はこの桜の様子、ね、観察しに行ったりもするんですか。もうずっと一応もう毎日会いに行ってですね、はい、毎日一応リポートはさせていただいておりました。今でもリポートを送ってくださっているということですね。はい、ありがとうございます。うん、あ、今ソラチャットでコメントがあったんですが、一輪咲いた時やっと君に会えたの一言に心響きましたってありがとうございます。コメント届いてるんですけども、ね、こちらアネーロさん、この言葉が出てきた時、ね、どんな思いだったんでしょうか。もう素直な気持ちをそのままですね、はい、ついやっと君に会えた
1年ぶりみたいな1年ぶり、はい、もう待ちに待ってやっと会えたという気持ちですね。なるほど、もう相当こう感動がなんか伝わってきますね。はい、ということでね、毎年もう今年で4年目の参加ということですけれども、じゃあやっぱり来年も同じ桜を追っていこうというふうに考えてくださってるんでしょうか。はい、もう私の桜も相棒ですので、ずっとこれからも一緒の過ごしていきたいと思います。相棒、もうすごい大切な存在になっているということですね。はい、わかりました。いやー、ネイロさんの桜、本当にもうたくさんのサポーターさんたちにね、もう感動を与えてくれたと思いますので、これからもですね、ぜひネイロさんの報告お待ちしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでですね、熊本県のネイロさんにお話を聞いていきました。もう桜として見てないですね。なんかもう人としてみたいな、こう、うん、桜以上のもう関係なんですね、うん、相棒って言ってましたし、はい、なるほど。このアネーロさんが一番最初に開花したということで、まあ、今年も桜プロジェクト始まっていきましたけれども、じゃあここからもこちらのフリップで振り返っていきましょうか。そしてこの3月12日、はい、桜レスキュースタート、桜レスキューなんていうのもあったんですね。そうですね、桜レスキューというのは、はい、今年から始まったコンテンツではないんですけれども、はい、その桜の健康状態を見続けていくということで、桜を、日本の桜をみんなで守っていくという、そういうプロジェクトになるんですけれども、はい、で去年は、花数調査という形で健康状態を全国の皆さんと一緒に追ったんですが、うん、はい、今年はちょっと花数だけではなくて、もっと桜全体を見てもらいたいという思いで、はい、ちょっともっと項目を樹木医の和田さんと、はいはい、桜部の方にも2度出演していただいているんですけれども、そうですね、はい、その方とちょっと相談をしながら、はい、項目を決めて、はいはい、私ちょっとリニューアルバージョンの桜レスキューをしました、はいはい、今ね、年よりもこうバージョンアップしたわけですね。そうですね、なるほど、はい、で皆さんと一緒に桜の健康についても考えていきましたね、うん、さあ、そしてこの桜レスキューの次、まあ、その後3月23日桜絶景写真館がオープンしたりとか、先ほどもこの桜ライブスタートする前に皆さんにご覧いただきましたけれども、うん、そして3月26日春の旅へ行こうプレゼント大抽選会、こちらも盛り上がりましたね。こちらはどうでしょうか。こちらはもう企業サポーターっていう形で、その企業の方、藤田観光さんからこの桜プロジェクトにもうぜひ参加したいということで、はい、いろいろその椿山荘という場所を貸してくださったりですとか、はい、がもう桜プロジェクトに参加しているサポーターにもう宿泊券をぜひプレゼントしたいという。椿山荘さんもすごい綺麗な庭園があって、はい、桜をすごい大事にしているところでもあって、はい、その桜はこうお互いウェザーニュースのサポーターも椿山荘さんもみんな一緒に桜をこう大事にしている人たち、みんながこう共感し合った、はい、そういう一つの例でもありました。なるほど、とても盛り上がったこの企画ですけれども、その時の VTR があるようなのでちょっと見ていきましょうか。はい、さあ、では見ていきます。今日はですね、春の旅プレゼント企画ということで、こちらを3月20日から23日の間で、応募皆さんからお寄せいただいたもの、今日この場で抽選会を行いたいと思います。今回、藤田観光の営業企画推進部部長の松山元信さんがこの場に来てくださったわけです。松山さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。箱根ホテル小脇園でございます、はい、松山さん、これなんとですね、応募総数が1310名。はい、松山さん、ですね、私からお願いがございます。はい、聞けますかね。はい、お願いがあるんですけど、はい、応募総数1000人超えですが、はい、当たる方が1組2名。あ、そういうことですか。でもな、無理をもう、あ、
2名です。1組2名ですが、もう1組ぐらいいかないですか。ソーシャンよろしいでしょうか。すみません、待って、多分大丈夫だと思いますので。これその場の本当に交渉だったんですよね。まこちゃんが勝ち取った。あの場で交渉をして勝ち取った。あ、知らなかったですね、あの藤田観光さんの方は。なるほど、素でしたね。行ってみるもんです ね、 ですね。なるほど、じゃあまたそういう機会があったらちょっとまこちゃんに出ていただい て、 出 て、 いただいて交渉していただければと思いますけれども。なるほど、かなり、ね、盛り上がりましたね。まあ、そして先ほども、ね、お話出てきましたけれども、まあ、4月2日お花見 in 椿山荘、こんなこともありました。ね、こちらも VTR がある。こちらはではどんな様子なんでしょうか。ではこのお花見 in 椿山荘、こちら見ていきます。この下でお花見したかったですね、皆さんと。そうですね。他に今日はお客様いらっしゃってますか。はい、実はですね、今日は中止になったんですけれども、はい、その中継に参加していただけるということでサポーターさんがいらっしゃってます。あ、そうなんですね。はい、富士山と桜の景色をこう全国の人に見てもらえたらいいなと思って、そこを前桜にしました。私は今年で3年目の参加なんですけど、最初は庭の河津桜が1号として始めて、で去年は2号で自宅の裏にソメイヨシノがあったので、2年目からはその福道院というお寺さんのすごく大きい桜を、今年で3回目、はい、ちょっとあいにくの空となってしまったんですね。残念ながら雨天だったんですけども、まあ、でもああやってサポーターさんたちが中継、ね、協力してくださったり、ね、したんですね。なるほど、まあ、ということでこのように、ね、いろんなことがありましたけれども、さあではここからはですね、もう一度サポーターさんの声をですね聞いていきたいと思うんですけれども、続いての方は今年初参加だそうです。今年初めてこの桜プロジェクトに参加してくださったチルリーさん、チルリーさんにお話を聞いていきたいと思います。さあではもうつながっているんでしょうか。チルリーさん、はい、もしもし、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします、山岸です。さあ今日はですね、サクライブ、はい、もう最終回スペシャルでお送りしているんですけれども、はい、ここからは、ね、チルリーさんにいろいろお話を伺えればなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、チルリーさんはサクラプロジェクト、はい、今年初参加だとね、伺っているんですけれども。あ、はい、そうです、はい、去年の年末にこの地元の方に戻りまして、はい、でちょっと小さい頃からずっと見てた桜をこう観察し始めたのがきっかけだったんですけれども、はい、あ、小さい頃から見ていたこう親しみのある桜を登録してくださったんですね。なるほど、まあ、そういうきっかけがあって参加してくださったということですが、はい、ね、初参加の方が他にもソラチャットでたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、どうですか、今年参加してみて何かこう桜の見方が変わったとかそういうものって何かありますか。かなり変わりましたね。はい、今まではもう本当に花が咲いてから花がこう桜吹雪になったところでも桜って終わりっていう意識だったんですけれども、はい、つぼみができてそれがこう分かれていくっていうその段階も初めて知りましたし、あ、こんなに長く楽しめるんだっていう思いでしたね。あ、確かにこう桜プロジェクトに参加するまでってこう気づかないような魅力もたくさん桜プロジェクトで見つけることができますよね。はい、そうですね、はい、なるほど。では今年初参加ということでその、ね、桜の、魅力なども改めて実感することが、ね、はい、できたようですけれども、はい、じゃあやっぱり来年もまた参加しようかなっていうふうに考えてくださってるんでしょうか。はい、もう今から少し天狗病の部分もございますので、はい、その辺のちょっと手入れもしてまして、はいはい、これちょっと実は両親が結婚した時に祖父母が記念に植えた木なものですから、はい、
これからも大切にしたいと思ってますので、はい、はい、じゃあそういう思い出がいっぱい詰まった桜の木なんです ね、はい、なるほど。ではですね、まあ、今年初参加ということでしたけれども、はい、また来年再来年もぜひですね、はい、あの桜の様子見守っていきましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では失礼します。失礼します。初参加でそういう桜の健康のことも考えてくださってるってすごいですね、うん、そうですね、うん、これからもですねこのチルリーさんのね、まあ、来年再来年もねずっとチルリーさんの報告も、ね、あの楽しみにしていきたいと思いますが、こういう話が聞けるから電話はいいんだよな、うん、なるほど、確かに皆さんと、ね、今年本当にあの中継などもつなぎながらお伝えしていきましたけれども、と今年この中継に参加してくださった人数がですね、233名。この桜ライブの中で中継に参加してくださった方が233名。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい人数なんですね。あ、こんなにいらっしゃったなんて。あ、確かにもう中継毎日毎日この番組の中でもつないでいますけれども、ここまで皆さんの声が聞くことができたなんて、なんかすごい嬉しいですね。すごい数ですね。すごい数ですよね。皆さんこの桜に対する思いがねかなり強い方があの番組にも協力してくださって、うん、それを見てもう感動をもらった方も多いと思います。あ、一発目の栄光いただきました。アネーロさんそうですね、もうトップバッターでしたから ね。そんな風に皆さんと一緒に、まあ、作り上げてきた、ね、この桜ライブですけれども、ね、このまだまだこの振り返り切れていないので、ではこの続きは、ね、この後またお伝えしていきたいと思います。では、ね、後半もぜひ皆さんチェックしてください。ここからは桜絶景ムービーをお楽しみください。
時刻は21時30分を回りました。ここからも桜ライブフィナーレスペシャルをお送りしていきます。よろしくお願いします。後半の盛り上がりすごいですけど急に人増えましたねということで、後半もですね盛り上げながらこの今年の桜プロジェクトを振り返っていきたいと思うんですけれども、さあではですね、あ泣いちゃうよって声も聞こえてきます。大丈夫ですか？泣いてないですか畠山さん？大丈夫です。なんか泣きそうですね佐竹山さん。大丈夫です。思いが強いということですね。上山さん大丈夫ですか？ぷるっと来てませんか？そういう時はちょっとこちらを本田さんもぜひね皆さんありますから。ありがとうございます。桜バンダナがありますからね、それ用にスタジオに置いてありますということでですね、ここからも後半見ていきたいと思うんですけれども、ではこのフリップで振り返っていきましょうか。さあではですね、先ほどはこの4月2日このお花見in 椿山荘、ここまで見ていきましたけれども、そして4月2日から4日こちら全国お花見調査、こんなものも行いましたね、うん、そして4月3日横浜ランドマークタワー鳴門高校中継、こちらは大塚さんが行きながら現地に行って、まあ、中継を、ね、お話を聞かせてくださいました。そしてそうですね、いろんなところから中継を行っていますが、そして4月15日桜健康診断中間報告、先ほども中継で参加してくださったサポーターさん、ちょっと健康にも注目してくださっているとお話を伺いましたが、桜健康診断中間報告、こちらは、ね、どうでしょうか。はい、そうですね、中間報告については、以前サクライブで和田樹木医の和田さんが説明していただいたんですけれども、はい、今回その時は西東日本だけだったんですが、今回は北日本まで結果が出ましたの で、はい、ちょっとこの場で発表させていただきたいと思います。はい、はい、で北日本を見ますと、北日本もやっぱりほとんどのエリア、ほとんどの県で有料ということが分かりました。はい、でその有料の中でも特に有料っていうところが山形県と宮城県という結果になってます。はい、はい、で岩手県がちょっと長崎県が正常ということなんですけれども、はい、でも正常ですので問題なしということで判断をしたいところなんですが、はい、これは県の平均になりますので、はい、はい、実は内訳を見るとですね、はい、こういった割合になってまして、はい、有料がもう7割近く有料だったんですが、